どうぞ、最後の戦い、瀬尾さんです。俺に25点っていうことは、俺よりよっぽど強いんだろうね。うん、昔より弱くなったっていうか、敵が弱いから本気出せない。うん、あ、ごめんなさい、瀬尾さん。どうぞ。うん、俺に25点つけるってことは、何点なのかな。楽しみだね。もしもーし。遅くないお前、突とんの。すいません。遅い。慣れてないんですよ。申し訳ないです。キャスでコラボをやんの、今日初めてで、申し訳ないです。いろいろ教わりながらやってます。何お前、これで、お前の 60% の力が、だってみんなで自己判断して、俺の中では25点ぐらいかなと。おお、なるほど。ちなみに、瀬尾さんは僕のこと25点って言ったじゃないですか。はい。自己評価は何点なんですか？いや、わかんないです。俺、自己評価はわかんない。全くわかんない。人のことは評価されて、自分の評価なんてわからないから。じゃあ、リスナーさんに聞いてみてもいいですか？僕の評価大体30点とか聞いたんで。あ、皆さん、ちょっと瀬尾さんが何点ぐらいの喧嘩としたのか教えてください。知ってる人だけで構わないです。そうかもしれないですね。リスナー被ってないと思うんで。知ってる人も多分いると思うんで、瀬尾ちゃん待ってましたってコメントあったんで。通知出した方がよかった。あ、いやいやいや、売名なんて、そんな。全然。8勝あって、おお、強い !65、おお、評価高い。じゃあ、僕が勝ったら、点数上がりますね。はぁ、あるかいな。はい、よろしくお願いします。はい。お前さっきなんか偉そうに主観と客観の違い言ってたんだけど、その、ボクシングの試合見てて、客が見てるその感覚って主観じゃないみたいなこと言ってたけど、それは客の主観だよ。うん、主観じゃなくないと思うんだけど、言って意味わかる？素晴らしい。わかります。その通りなんですよ。客としては主観なんですよ。だけど、さっき戦いの、そう、客としては主観なんですよ。だから、あの時に客としては主観だって言ったら、僕負けるって思ったんですよ。すごいっす、瀬尾さん。だけど、あの人が言ったのが、そうそう、当たり前のことなんですよ。聞いてないからな。お前とジミーの喧嘩俺聞いてなくて、ただその部分だけちょっと、いろんなとこ見てたから、そこの部分しか見てなかったけど。はいはい、いや、すごい素敵だなと思いますね、あの一瞬だけで。何言ってんだ、ほんとすごいですね。で、25点だったの。はいはい。でも、それを言ったのは僕じゃなくて、ジミーさんなの、なんですよ。うん、あ、お前が説明してたってこと？そうです、そうです。それを気づいてよっていうことをずっと説明してたって、客観と主観の違いを説明してたんじゃないの？いや、違いますね。瀬尾さんの言う通りなんですよ、まさに。客としては主観でいいんですよ。客観を主観で見てるっていうことなんですよ。ただ、彼は試合の当事者として主観で俺の意見が正しいって言ったんですよ。でも、ファイターとしての主観だ。試合に参加してないのに、そこの主観を持ってるっていう。それで違うって。うん、だから、それは客観だよっていうふうに言ったんです、僕は。そのシーンを多分ご覧になったんです。え、それは客としては主観でしょって言うと。それ客観じゃないですよ。だから客観じゃないよっていうふうに教えてたんです、僕が。うん。だから主観でいいんじゃない？うん。で、自民の主張が何だったか俺知らないんだけど。ああ。まあ、じゃあ、それはそれで、さっき終わった試合なんで、多分お互いの意見合ってますよ。いや、お互いの意見合ってますよ。それで終わり？俺はだって、お前がなんか一生懸命間違った説明してるようなところを指摘してんだけど、お前の説明ってじゃあ、そうじゃなかったってことでいいの？そういうことです。じゃあ、なんでもっとわかりやすく説明しないの？ジミーなんてバカなんだから、もっとわかりやすく説明してあげなきゃわかんないよ。ね、バカだからわかんないんじゃないですか。え、だからバカだからお前がもっと分かりやすく説明してあげなきゃ分かんないよって言ってるんだけど分かる？うん。例えば、大学教授と小学生が算数と数学語ったら分かんないじゃないですか。うん。ですよね。で、うん、僕がやってるのって喧嘩突然強い方を決めるっていう、数学で言ったら誰が一番数学者として優秀かっていうテストを競ってる相手なんですよ。僕先生としての立場だったら教えますよ。算数を教えますよ。うん、だけど彼とはね、競技としてやり合ってるわけだから、うん、数学で別に自分が知ってることを言うだけですよ。え、喧嘩突然ってさ、そうやってるの。別に、だから教えてるわけじゃないから教える必要はないって言ってるんだけど、相手に自分の意思を分かりやすく伝えて、ね、もっと分かりやすくした方が相手も、あ、自分ここ間違ってるんだなって、もっと早くに分かるんじゃないの？僕は客にはそれを教えますよ。だって、客がジャッジメントをするわけだから。
客リスナーさんです。リスナーで相手に教えた方が早いだろ。相手に教えて、はい、ああ俺の言ってること間違ってるんだって分かった、ああすいません負けましたで終わるんじゃないの。いやだって僕勝ちましたもん。それ勝ったんですよ事実として。でも勝ったんだけど、そんな結局リスナー案件に任せるような見解になったんだろ。リスナー案件にしてって言ったのは向こうです。何リスナー案件にしてって言ったのは向こうなの。でもお前は結局だから負けを認めさせられなかったって話なんじゃないの。いや負けを認めさせるかどうかじゃなくて、この試合のルールっていうのは客が決めるっていうルールなんですよ。案件ありきってだから僕は最初からじゃあ案件ありきでやってたの。いや違います。あのそうじゃなくて、まずはリスナーさんが例えば80人今見てますよね、はい、で、相手が論破したタイミングで、3分の1以上がはい論破って言ったら勝ちっていうルールだったんですよ最初。だけど相手がそのルールを無視して、はい、80人のうちの3分の1の数がコメントではい論破って言ったらその時点で勝負ありっていうルールだったんですけれども、はい、相手がアンケでやろうぜって言ったからいいよって言って相手の土俵にルール変えたんですよ。それで勝ったんですよ、はい。だから僕は、さっきの話に戻しますね。忘れちゃったんなら、はいはい。リスナーさんがジャッジメントを決めるっていうことだから、僕はリスナーさんには分かりやすく説明するけれども、戦ってる相手になんで分かりやすく説明しないといけないんですか。相手がバカだったらしょうがないでしょ。いや、バカだからバカに分かりやすく説明した方が、バカに今負けてる部分を説明するっていうのが分かりやすいんじゃないのって思ってるんだけど。お前ってじゃあリスナーありきでやってるってこと、リスナーにしか見てないってことなの。相手が何言ってるかっていうのを、そんなのさ、お前がだってどういう風にでも相手の主張を捉えてリスナーに語りかければ話って変わってくるんじゃないの。違うの。囲いありきってこと。当たり前じゃないですか。ディベート。いや、囲いありきじゃなくて、討論って普通そういう形ですよ。で、討論してんのこれ。誰がどう見ても。討論です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。